ここからはちょっと気になる身近な話題、広がるだんだんニュースです。今日はこの方に担当してもらいましょう。よろしくお願いします。サンテレビガールズの畠山真央です。今日は丹波市から趣味で自宅に立派なものを作った方をご紹介します。こんにちは。どうもいらっしゃい、はい、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。ちょ早速見せていただいてもいいですか。どうぞどうぞお入りください。すみません、音が、ああもうね、もういろいろと、うわすごい、びっくり。こちらは丹波市の田村正則さん宅の八畳間。立派な鉄道模型とリアルなジオラマで埋め尽くされています。そのレールの総延長は70メートル以上。およそ5年の歳月をかけて制作されたジオラマは、線路幅が 16.5 ミリという比較的大きな HODs で作られているとあって、迫力も満点です。さらにお隣の部屋には、これはね、あの150分の1で作った N ゲージを利用したあのジオラマなんですけどね。要するに今あの福知山線がまだ笹山裕福が単線やということがあって、やっぱりそれを伏線化したいという皆さんの希望もあるし、私らもそれが希望なんですよね。こちらは町のイベントにも持ち運びできるようコンパクトに設計したジオラマです。そうですね、昔のゲームライブですね。そのゲームライブの、横にある公園も、あったらいいなっていう。そうですね、今ちょうど空き地がありますんでね、やっぱりそこにそういう公園ができれば、もっと子供さんやら若いご夫婦が来られたり、香川線を利用して学校へ行くというふうに人が増えれば、そういうこともできるやらしい。田村さんのジオラマは実際の丹波の街をイメージしたものに、田村さんがこうだったらいいなという願望を加えたものなんです。やっぱり地元を作ると親近感がありますよね。でやっぱりこう、これがそうですよ言うて、ああ本当や本当や言うて喜んでもらったり、空想だけじゃなくて空想の中に自分の世界をこう、生きてる世界をこう入れていくという、やっぱりそういうあの世界観とか、乗ってみたいという列車というのがこう自分の手元で自由にこう走らせると、でそこでこう音を聞きながらぐっすりこう寝るのがですね、それはもう一番の至福のひとときですよね。さらに田村さんのジオラマには細かい設定も。前に募集テーマだというか、前に立ってらっしゃるのがそうですね、私と夫婦ですね。それで今のおる犬と真ん中の吊り橋は川城恵子です。そうです、川城恵子です。あそこの上に乗ってる人物の一人が亡くなりましてね、うちへずっとコーヒー飲みに来ていた人やって、でその人が私がないやんか言われて作ったんですよね。小さなフィギュア一人一人にも田村さんの思いが込められています。これが終わりじゃなくて、まだ次こんな作りたいなっていうイメージはまたありますんで、どんどんやっぱり作って、どんどん作りはできません。資金のこともあるから、資金のこともそこらあの嫁さんに応援をもらわないとあかんのかもわからんけど、あぜひぜひね、えだから鉄道模型を やってないけど言われて、あ人生半分損してますねってそんな感じやね。やっぱりやってみんと分からんのでしょうね、楽しさいうのはね。
ただ単に走ってるというだけじゃなくて、やっぱりその世界を作っていく自分の中でその世界に入り込むのがやっぱり一番楽しいんでしょうね。それが模型の魅力やと思いますね。こちらのジオラマには田村さんの願望も込められているということで、数年後に見たときにその景色が実現していればさらに素敵だなというふうに思いました。皆さんはいかがでしたか？田村さんの夢、それから地域の方々の夢も詰まったジオラマで、井川さんなんか思い感じますね。そうですね、なんかすごい細かいですしね。いやすごいなと思いますけど、なんか家じゃなくて違う場所の方がいいのかなと思いますね。なんかあのピアノとかちょっとねスケール的にただなんかあの場所だからの良さもあるかなと感じますが、この田村さんのジオラマ見たいと思ったら見学することは可能ですか？はい、田村さんに直接連絡していただいてタイミングが合えば見学が可能ということです。ただ連絡先に関しましては個人のお宅ということもございますので、興味をお持ちの方はまずインターネットで調べていただければ助かります。以上、広がるだんらんニュースでした。